リンゴルフをご覧の皆さん、こんにちは。リリです。今回は、はい、いつもとちょっと違うんですけど、ちょっと大学の後輩なんですよ。え めっちゃびっくり。青山学院大学。そうそう、青山学院です。すごいまさかのここで知るっていう。そうです、そうです、はい、東京ソープカントリークラブさんに今日お邪魔してまして、はい、リンゴルフミッションゲーム、はい、15マスですね。60ポイント以上の場合は、うんうん、天城風を3000円分。すごい、頑張ります思いますリリちゃんの本日のウェアの紹介をお願いします。はい、今日は全身マスターバニーっていうブランドで揃えてて、うんうん、サンバイザーがピンクのマスターバニーのサンバイザーで、これが紫のニット、うんうんうん、マスターバニーのこの M のマークがついてます。でスカートも全部揃えてて、プリーツのちょっと秋を意識したコーデにしました。うんうんうん、まあ、ちょっと公開が確かにそう思ったんですよね。12月になっちゃうかもしれないですけど、まあ、撮ってる時はねちょうど秋に入った10月半ばで撮ってます。じゃあもう一気にクラブも行っちゃおうかな。なんかおすすめの1本とか。おすすめはこのドライバー。これは、テーラーメイドのシムブローレのシリーズで、うんうんうん、私がゴルフ始めたての頃に一番最新で出てたシリーズで、でずっと使ってるんですけど、すごい軽くて打ちやすい、うん、でもともとゴルフ詳しい方にテーラーメイドをすごい勧められて、エメラルドグリーンな感じで、うん、おしゃれですごい好きです。うん、おしゃれ、色が綺麗。うん、お気に入りです。アイアンとかもね、はい、全部揃えてます。はい、ありがとうございます。はい、次の3ホールですね。はい、ウッド苦手だけど、ウッドの方がいいかな。めっちゃ空振るんですよ。いや、一番難しいと思うよ。え、本当ですか。うん、そう、できるだけ避けちゃう、結構。でも飛ぶとめちゃくちゃ飛んでくれるから、使いたいっちゃ使いたい。7番ウッド。はい。初の。じゃあこれで飛ばしたいと思います。はい。頑張ります。頑張れ。いいじゃん。いいじゃん。いやあ。飛びすぎ。戻ってきた。戻ってきた。いいじゃん、いいじゃん。やったー。ありでしょ。よかったー。え、当たったら結構飛ぶね。うんうん。ガッチリ飛んだ。なんかさ、逆にびっくりしたよね。自分の。そんなにちゃうのみたいなさ。自分の飛距離にびっくりした。それはそれでちょっと待ってよみたいなね。そうそうそう。苦手？本当に。苦手。苦手だけど。あ、でもさ、ティーアップできたからかな。あ、それもある。地面からむずいもんね。そう、地面からだと結構難しいから。あ、でもいいじゃん。ショートホールで使えるね。うん。120、30ぐらいまで使えるんじゃない？あれだったら。新たな発見。オッケー、オッケー。もう行くだけ行け。ああ、やっぱちょっとな、うん、重いな。でも、OKOK、乗ったからよかった。そうそう、ちょっとしたことで幸せを感じるのが大切。ああ、それ大切だよね。そう、大切。あ、お、お、うわー、惜しい惜しい今入りかけたけど、ね、なんか通過した、通過。ちょっと下りだから強かったのかな。うん、うん、OK です。 OK です、ありがとうございます。はい、インスタのインフルエンサーとしてのさ、うんうん、活動の方、うんうん、美容が多い。インスタで載せてるのは結構旅行とか、あと野球観戦とか、普段の日常を結構載せてることが多いで。あ、インスタ、うんうん、あ、載せてるのは、うんうん、インフルエンサーとしてはストーリーってこと？インフルエンサーとしてはストーリーで、まあ、自分がいいと思った商品の紹介だったりとか、うんうんうん、あと投稿にも載せたりしています。 SNS でやっぱりいいものを見つけたり情報を得ることが多いから、やっぱり自分が発信したことで皆さんの
生活の役に立ったら嬉しいなっていうのもあって、うんうん、そういうのを紹介したりしてます、うん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 、アプリはあのビューティーカムっていうアプリ使ってて、それの iPhone カメラっていう機能があるので、うん、それで画質よく自然に撮れるアプリを使ってます、うん、え、自撮り棒とかで自分で一人で撮る時もあるんでしょ？一人の時は自撮り棒持ってなくて、普通にそう iPhone で撮るか、あと大体一緒に旅行行ったら友達とかに撮ってもらったりとか、そういう感じで。そうなんだ。自撮り棒逆に持っていくことなくて、大体撮ってもらうか、自分の時はもう自撮りって感じの、だ自然なたどりは大体撮ってもらうことが多いです。目の前で見られてのおもろい。お、やっと来たか、パー5。やだー、435。めちゃくちゃ飛ばしていきたいと思います。はい飛ばせるかな。まあ、うん、まあ、ちょっと低めだけど、でもいいよ、いい感じ。確かに低いな。オッケー。何番で打つの？7番のアイアンで打ちます。はい、うん、おー、ちょっとラフに食えたね。ラフいっちゃった、うん、OK、長いね。うん、長い。おお、結構な感じるな。お、いいよ、いい当たり。いったいった。あ、いった。いった、うん、やったー。オッケーオッケー。おーおー、よかった。いいね、いいね。アイアンは当たるとスカッてする。スカッてするやっぱゴルフの回数がまだ少なくて、うん、確かにちょっと慣れてない部分が多いから、まだ勉強中で、うんうんうん、まあね、だって仕事って平日全部でしょ？そう、平日月から金まで働いてて、ね、それであのインスタン投稿してんだもんな、すごいよな。いや、もうなんかもう本当それだけなのかと思ってたよく言われますやっぱりそう、なんかそう OL してたんだっていうのでびっくりされて。そう、旅行とかの投稿とかを見ると、うん、どう見てもほとんどそういうので動いてるような感じの、うん、確かに毎日どっか出かけてるみたいな、うん、じゃあ次も7番で。はい、お、いいじゃん。アイアンいいね。アイアンいい。うん、7番いい。いい感じ、地道に進んでる、うん、ピンが見えてきました。うん、やっぱアイアンいいよ。やった。オッケーオッケー、イエーイ。次も同じぐらいでなんか乗りそうだね。確かに、もうちょっと飛ぶと嬉しいよね。そう、もうちょっと飛ばしたい、ね、そこがちょっとあれだよね。そう、もうちょっと飛ばせれば回数が減りそう。うん、そうそうそう、7番だけでも十分どうにか。うん、うん、うん、あ、乗った。おお、いた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 。乗った、乗った、嬉しい。ナイスです。ナイスです。アイアンの地道作戦が好きです。おー、地道作戦いいじゃん、いいじゃん。お、乗ってる乗ってる。やった、ナイスナイス。パターはあの地道作戦じゃなくてちょっと強気でパターもうちょっと強気で強気で。こんな感じで午前中めっちゃ雨降ったんですよ。雨がほんとすごかったからしかも綺麗なんだけど、空映ってるんだけど、ね、すごい綺麗。めっちゃ綺麗。いいんじゃない？うん、あ、いい感じ。おお、いいよ。やった。ちょっと OK 審議入って、あれ OK だなえ、やった全然 OKOK 嬉しい。え、徐々に上手くなってる気がする、うん、やった、ありがとうございます。はい、まあ、アイアンも安定してきたから確かに。いいよ、ドライバーアイアンパターでどんどん縮めていきたい。そうだね、そうだね。よし、いや、今の嬉しかった。412ヤード。うん、あの白いピン目指して、うん、ちょっと右行っちゃうから、あの左でいいと思うよ。あれと左の方、そう、左側ラフの間ぐらいで、うん、多分いいと思う。
はい。うん。いいよ。転がる転がる。オッケーオッケー。よかった。打ちやすいよ。もうちょっと行くと下がっちゃうから打ちづらそうだけど。確かに。あそこは大丈夫。やっぱドライバーはドキドキしちゃう。僕の時多分早稲田とか山梨学院とかなんだよね。あそうそうそう、ね、そうなんかニュースすごい後輩が在学中にそう徐々に人気有名っていうか強くなってった気がするから。じゃあ超盛り上がってるじゃん。そう盛り上がってる。7番アイアンで打ちます、うん、いいんじゃない。うん転がってった。うんバンカー入らないように頑張ります、うん、確かに次ボコボコあるボコボコある。と次はバンカーが4つあるから真ん中ら辺に打っていきたいと思います。はい、うん、うん、オッケーよかった。オッケーオッケー入らなかった。バンカーとバンカーの間お、いいよ。うん。オッケーオッケー。オッケー。これはもう地道作戦。お、乗った。かっこいい。いい感じかな。ナイスクッションって感じだったけど、ちょっと強かったね。ちょっと強かった。でもね、もね、大怪我はしないから、うん。あとバンカーを避けられただけ嬉しい。確かに。もう乗ってることが嬉しい。うん。なんだっけ。あのちょっとしたことでも幸せを感じる。グリーンに乗ってることでも幸せ。お。うん。わってきたね。おー、うん。オッケーです。やったー。嬉しい。ありがとうございます。肩かわいいね。キャメロンでしょ。うん。キャメロンでしょ。そう。フェイス可愛いピンク。ピンクでピンク大好きだからお気に入りで、うんうん、結構打ちやすいんですよ。しかもここの線がついてて。ああ狙いあれね。そうそう狙いやすい。狙いやすい。ほうほう。やったー。ナイスです。ありがとうございます。パターが結構合ってきて、うん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 、すごい嬉しい。